いやもう、なんつ幸せな動画だこれは。おトランクとももれ様、ごきげんよう。グッド。はい、ということで、実はですね、僕の所属事務所、ウームさんの方から、このようなね、袋が、2袋届いたんですよ。で、何がなぁと思ったんですけども、そりゃね、僕ね、1週間ほど前に誕生日だったんで、誕生日プレゼントをね、なんと、ウームさんからいただきました。ありがとうございます。本当にね、いやもうそういうの送っていただけるのがね、もう本当に嬉しいですね。で、さらにね、ウームさん以外でも多分ファンの方からもいただいてると思うんですよ。この量は。ということでね、本日、やはりね、やっぱ、プレゼント、ね、中身気になるんで、やっぱ僕、YouTuber なんでね、動画で、開けてね、中を確認してみたいなと思います。いや、ほんと嬉しいですよ、ほんと。ね。じゃあ、どっちからしようかな。多分、こっち、あ、どっちが、その、事務所からなのか、どっちが、その、ファンの方からなのかわかんないんですけど、ちょっと、見てみましょう。まあ、まず、こっちの大きい箱。いやー、でもどうなんだろうな。俺って何欲しいって思われてる。うわ。でかいよ。でかい。なんかすげえ四角い、大きい袋には、二つが入ってある。じゃあちょっとこれ開けていこうかな。ちょっとこっちから見させていただきますか。これファンの方からのやつかな。どっちだかわかんない。もしかしたら、どっちも事務所さん。何これ。これワンピース。すげえ、何これ。ワンピースの、サウザントサニー号の、これ、木組み、あ、木これ。あ、木だ。ちょっと中身確認してみますわ。何これ、やば。いや、ここでワンピースいただけると思わなかった。俺ワンピース結構好きでさ、マジワンピース見てんすけど、いや、今日なんてさ、もう3時みてえなさ、スーツ着てるからね。なるほど、珍しく。すげえ。こういう感じなんだ。で、これを組み立てると、サウザントサニー号になるみたいな。めっちゃゴリータグね、これ。やばー。なにこれ、すげー。しかも、なんと出てん、方だぞ、これ。これ、ありがとうございます。組み立てさせていただきます。これめっちゃ嬉しい。やば、ワンピースね。結構俺、ワンピースの話題多分してないんですけど、ワンピースね。僕、ジャンプ漫画結構読むんで、僕、ゲームより漫画の方が読みますから、ね、実は。もう一つ。ちょっと待って、T シャツだ。ディーゼルとかですよ。ディーゼルの T シャツ？マジで？うわ、これ、うわ、すげえ。うわ、ディーゼルの T シャツだ。マジ？これは？あ、これ、こういうデザインなんだ。お、やば。いや、めっちゃオシャレじゃん。めっちゃオシャレじゃん。もう今、一瞬間でオシャレしちゃったよ。めっちゃオシャレじゃん。うわ、これいいな。これ着ます、これ。動画でも着れるしさ、リアルでも着れるよね。ありがとうございます。いや、もうね、ほんとにね、もうこういうちょっとね、シンプルめだけど、ちょっと尖ってる感じ。こういうの好きなんですよ。いや、ありがてえ。ほんとね、結構ゲーム系の T シャツばっか着てるから、こういうね、ディーゼルとかおしゃれな T シャツっていうのもなかなか持ってないんですよね。すげえありがたい。いや、別に着ないとかなんて、なんか自分で買うのはどうせならゲーム系買っちゃうんですけど、こういうのありがたい、ほんとに。たまにね、でも着たいなと思いながら。あ、これいただいたです。ありがとうございます。これ、ちょっとこれはね、よく、僕のイベントとかにも来てくださってる方ですね。いや、ありがてえと。あ、これはね、これちょっと見せても大丈夫かな。コアラさん、ハッピーバースデーって感じで。めっちゃ可愛いの、これ。うわぁ、これ嬉しい。ありがとう。いやいや、ね、いつも楽しい動画ありがとうって。本当にね。結構、やっぱね、ファンの方同士でも結構交流ってのが結構あるみたいで。僕もそこはいろいろたまにね、ちょっとツイッターとかでも絡ませてもらうんですけど。いや、本当ありがとうございます。いや、なんかね、嬉しいよね。本当に。いやいや、ありがとうございます。なんか、ほっこりしちゃったな。分かってんな。分かってんな、俺の趣味を。いや、ほんとありがとうございます。ねえ、ちょっとこの場で感謝を述べさせて、ありがとうございます。いや、嬉しいな。いや、もうね、ほんとこの年になって、誕生日プレゼントもらって、俺誕生日プレゼントさ、もうさ、もらえるような年じゃないからさ、そんなにさ、もうほんとに、なんかもう高校の時の友達とかからいただくんですけど、いや、ほんとにありがとうございます。じゃあ、2個目もね、早速見ていきましょう。いや、もう、なんつ幸せな動画だ、これは。待って。ちょっと待って、これ。うわ、マジ。
うわ、野原ひろしだ。あ、俺この間これ撮ろうと思ってゲーセンでやったんですよ。撮れなくて諦めたんですけど、うわ、マジか、ありがとうございます。これね、俺結構野原ひろしの声真似してるから、いや、これうわ、これも嬉しいな。俺のお名前は野原ひろし。しんのすけ、どこ行ったんだ。やば。超クオリティ高いんだけど。え、やばくないこれ。すげえ。しかも超イケメン。いや、ありがとうございます。僕、やっぱ結構動画で、ま、野原ひろしの声真似をしてるんで、いや、もう僕の動画といえば結構ね、やっぱね、IP キャラが野原ひろしなんですよね。ありがとうございます。ドン。ドン野原ひろしいただきました。いやー、これは、これ飾りますね、野原ひろし。ありがとうございます。僕のデスクに飾ろうかな。いや、手紙も可愛い。コアラ。ありがとう。なんかこんな可愛いメッセージカード。あ、すげえ。だってこういう感じで、コアラ動くの。すげえ。うわー。ありがとう。コアラさん出会えてよかったって書いてある。ありがとうございます、本当に。もう僕もね、皆さんに出会えて本当によかったですよ。いや、素晴らしい人生だな、これ。ありがとうございます。いやー、もうね、結構もう本当に、ちょっと満足してる部分はだいぶあるんですけども。こっちがね、また、多分、こっちが、事務所の方からいただいたやつかな。うん。ちょっとこっちも開けてみましょう。あ、これそうか。あ、うわ、ちょっと待って。色紙入ってる。ちょっと色紙から見ていこうか。すごい。うわ、丸い色紙。うわ、めっちゃ可愛い。あ、で、ここにメッセージが、こうやってね、僕のあの、担当の、まあ、バディさんからのメッセージが、こうやって、スタッフさんから入ってるんですけども、いやー、ありがとうございます。いや、本当にね、いやー、いい事務所です。本当にありがとうございます。本当に、いつもお世話になってるからね、いや本当に、もうなんか、もうお仕事の面とかでも結構ね、やっぱ僕の体調とか気遣ってくれたりもして、僕も結構ね、仕事と両立したりしてるんで、大丈夫ですかって。定期的に声かけていただいてね、本当にありがとうございます。ね、これからもよろしくお願いします。で、プレゼントの方、こちら。お、うわ、え、うわ、マジか。あ、これ、うわ、すげえ。何これ、アーケードゲーム、筐体じゃん。この間、会議で、そのバディさんに、もしかしたらコアラさん持ってるかもしれないんですけど、って言ったら、持ってないです。持ってないです。ありがとうございます。うわ。すげえ、ちゃんとこれゲームできるやつじゃん。え、やばいじゃん、これ。うわ、すげえ。うわ、すごい、こういう感じなんだ。やば。え、ちゃんとほら、レバーと、ボタンもついてる。うわ。すっごいな、これ。こんなんあるんだ。やば。ちょっとこれ、やりたいんですけど、今、手元にドライバーがないので、ちょっとまたこれはね、ツイッターとかでね、画像とか、いただいたやつで、ちょっとプレイしてる感じ載せられたらなと思います。本当ありがとうございます。いやーもう本当ね、いやーもう本当にありがとうございます。これもうマジでね、なんか皆さん全員本当に僕のことを本当分かってくれてるんだなっていうのがもう分かるようななんかプレゼント。いや本当にこれってすげえさ恵まれてることだなと思うんですよね。やっぱそのなんか、その人に合ったプレゼントをあげられるっていう、その、なんだろう、僕のことを本当に知ってくれてるっていう、その、なんだろう、気持ちというか、なんかそれをさらにさ、またプレゼントを選んでって、本当ありがとうございますね。まあ、皆さんからね、ファンレターとか、プレゼントの方もね、届いたりはするんですけども、本当ね、いつもね、それ元気いただきます。一回の人間に対して、で、言うのも僕が自分で自分の声下げるのもあれなんですけど、でもね、やっぱまあ僕もね、YouTuber としてやってて、皆さんのことをね、元気づけられてるんだなってのが、そこですごくね、感じられる部分っていうのもあるんで、やっぱそういう手紙とかでね、言葉にしていただくと、またやっぱそれはね、本当いつも普通に Twitter とかコメントで、いただく言葉っていうのはすごく嬉しいんですけども、やっぱ文字にしてもらうってすごい特別なことだなと思うので、本当にありがとうございます。まあちょっと今後のね、飛び盛りのスイッチ版ももう何度も言ってますけど、出ますし、今年には出ると言われてますし、まあそれもやりつつ、まあ他のゲームとかもね、やっぱ僕ゲーマーなんで、なんか皆さんに提供できたなと思います。ね、実写も本当ね、こういうたまにですけども、見ていただける方がいる限りはね、
続けていきたいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、ご覧いただきご視聴いただきありがとうございました。ぜひともね、コメント、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また親愛なる同志諸君、道具の書を誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。